とりあえず作りながらハイネケンをいただきます。乾杯。どうもゆきです。今日は鶏肉使って唐揚げもどきをやりたいと思います。今日は本当はステーキの予定やってんけど、うちの王子がね、唐揚げ食べたいって言うから唐揚げにします。はい、まあただ我が家は唐揚げと言ってもそんな衣をしつけないんですけどね。まず下味からつけよう。ジップロック。鶏はもう切れてるやつ買ったから楽ちんや、ステーキ食べたかったな今日朝から飲んでるからちょっと眠たいので。まず下味をつけたいので、これはサラダ用。入れて。で、ここに卵を入れる人もおると思うけど、うちはもうないわ。マヨネーズ。キューピーです。マヨネーズのさ、どこまで使い切るか問題ってあると思わへん。私は貧乏症なんで、マジで全部使い切りたいタイプ。よし、OK、合格ラインですか。はい。で、ここにちょっと醤油と料理酒。私が作るな唐揚げがなめっちゃ好きやね。うちのあの子は、王子は。ちょっと普通に塩コショウにしよう。はい、ね、これを揉み込めます。じゃあこれでちょっと置いといて、味噌汁の用意をしよう。ちょっと炒んでいこうかな。これはレディートゥークックなので、このままもう食べれます。便利よな、この洗わんで食べれるやつ。めっちゃ便利じゃない、このまま食べれる、最高。あんまこういうサラダとかさ、正直言うとめんどくさいから嫌やねんけど、まあ、ちょっと彩りのためにね入れましょう。ドレッシングはオリーブオイルに、ちょっとお酢、これリンゴ酢です。ちょっとだけ。で、あとガーネ、ガーネと胡椒。
サラダできたから、うちの唐揚げは揚げ焼きみたいな感じ。基本的にはもう衣もつけず素揚げです。味噌はこれ使ってます。花まるきの白味噌。ちょっとタッパーに入れるのめんどくさくてこのままやねんな。うんちみたい。まあいいか、はい、いきます。あ、いい感じ。キムチも食べようかな。キムチ。キムチ。キムチ。よいしょ。このキムチがな、美味しいね。ココキムチっていうやつ。めっちゃ辛いね、これ。最高。わあ、やば。この匂いみんなに嗅がせてあげたい。めっちゃ辛い匂いする。美味しそう。まあ唐揚げっていうかただの鶏やけど、でも我が家ではこれを唐揚げと呼んでいる。なんかそういうのない？なんかそういうのあるよ。お味噌汁。
つつつつ。ご飯。うまそう。目玉焼き、ちょっと失敗これと。いただきます。